乾く、喉が乾いた。嗅ぐ、匂いを嗅ぐ。叩く、子供のお尻を叩く。殴る、教師が生徒を殴って問題になっている。蹴る、ボールを蹴る。抱く、子供を両手でしっかりと抱く。 倒れる。台風で木が倒れた。倒す。花瓶を倒して割ってしまった。起きる。起こる。今日は8時に起きた。昨日教室でちょっとした事件が起こった。起こす。うちの子は朝起こしてもなかなか起きない。 尋ねる。交番で警官に市役所までの道を尋ねた。呼ぶ。名前を呼ばれたら返事をしてください。叫ぶ。大声で叫んだが、相手は気づかずに行ってしまった。黙る。先生が質問したが、誰も答えないで黙っている。 飼う、何かペットを飼いたいと思っている。数える、数を数える。乾く、風が強かったので外に干した洗濯物はすぐに乾いた。乾かす、ドライヤーで濡れた髪を乾かした。畳む、 洗濯物を畳たたむ。誘う。友達を誘って映画を見に行った。おごる。昨日は後輩に焼肉をおごった。預かる。旅行に行く友達から犬を預かることになった。預ける。銀行にお金を預けると利子がつく。 決まる。帰国の日が決まった。決める。進学か就職か、早く決めた方がいいですよ。映る。このカメラは暗いところでもよく映る。写す。写真を写す。思い出す。毎年春になると、 高校の入学式を思い出します。教わる。この料理の作り方は母から教わりました。申し込む。パーティーに参加を申し込む。断る。頼まれた仕事を断った。見つかる。亡くなったと思っていた指輪がソファーの下で見つかった。 見つける。亡くなったと思っていた指輪をソファーの下で見つけた。捕まる。犯人が警察に捕まった。捕まえる。警察が泥棒を捕まえた。乗る。毎朝電車に乗って学校に通っている。乗せる。 子供を車に乗せて学校まで送っていった。降りる。電車を降りる。降ろす。あの銀行の前で降ろしてください。治る。壊れたパソコンが治った。治す。壊れた時計を治す。治る。 なかなか頭痛が治らない。治す。よく休んで、早く風邪を治してください。亡くなる。社長が90歳で亡くなった。亡くす。彼は子供の時、父親を亡くした。生まれる。先月子供が生まれた。産む。 妻が先日元気な女の子を産んだ。出会う。駅で偶然大学時代の友人に出会った。訪ねる。友人の家を訪ねた。付き合う。隣の家の人と親しく付き合っている。聞く。この薬は頭痛によく効く。 流行る。この冬は赤い色が流行っている。立つ。日本へ来てから10年が経った。間に合う。電車が遅れたが駅から走って何とか授業に間に合った。間に合わせる。レポートを頑張って締め切りに間に合わせた。通う。 学校に通う。混む。電車が混む。すれ違う。この道は狭いので自動車がすれ違うのは大変だ。かかる。このサラダには何もかかっていないようだ。かける。料理に醤油をかけて食べる。動く。 写真を撮るから動かないでください。動かす。ひどい怪我をして体を動かすこともできない。離れる。危ないからストーブから離れて遊びなさい。話す。テストの時は机を離して並べる。ぶつかる。道で自転車にぶつかって怪我をした。 ぶつける、運転していて車を電柱にぶつけてしまった。こぼれる、手が震えてお茶がこぼれてしまった。こぼす、コップを倒して水をこぼしてしまった。拭く、汗を拭く。片付く、 大掃除をして、やっと部屋が片付いた。片付ける。机の上を片付ける。包む。プレゼントをきれいな紙で包む。貼る。壁にポスターを貼る。なくなる。部屋の鍵がなくなってしまった。なくす。 パスポートをなくして困っている。足りる。この収入では生活するのに全然足りない。残る。料理を作りすぎてたくさん残ってしまった。残す。ご飯を残してしまった。腐る。腐ったものを食べてお腹を壊してしまった。 向ける、海で日焼けをして背中の皮がむけた。むく、果物の皮をむく。滑る、新しいスケート場はきれいで楽しく滑ることができた。積もる、昨日降った雪が積もっている。積む、 机の上に本がたくさん積んである。開く。靴下に穴が開いてしまった。開ける。壁に穴を開ける。下がる。熱が下がる。下げる。熱を下げる。冷える。寒いところに長くいたので、 手足が冷えてしまった。冷やす。この果物は冷やして食べた方が美味しい。冷める。この料理は冷めると美味しくない。冷ます。お風呂のお湯が熱くなりすぎた。少し冷ましてから入ろう。燃える。火が燃える。 燃やす、火を燃やす。沸く、湯が沸く。沸かす、湯を沸かす。鳴る、雷が鳴っている。鳴らす、ブザーを鳴らす。役立つ、役に立つ。インターネットの情報は 勉強や仕事に役立つ。インターネットの情報は勉強や仕事の役に立つ。役立てる、役に立てる。インターネットの情報を勉強や仕事に役立てる。インターネットの情報を勉強や仕事の役に立てる。